親友気取ってんじゃねえぞこのガキが。てめえが他の子と遊んでる間にも病魔は彼女を蝕んでんだぞ。それが分かってんのか。それで今さら誰よりも大切なんて抑えてんじゃねえぞ。藤田君音楽が鳴ったら踊る。はじめまして、新田さん。忍者やってる風間レディっすよ。すごいんだっけか。そりゃもうすごいっすよ。なんせ自分忍者っすから。おおおお、暗殺からエロい忍法までなんだってこなすっすよ。忘れられません。先輩のせいですからね、私がこうなったの。いや、会長の件はそうだけど、他のは。責任取ってくださいね。不審者だ。なんで先輩がうちにいるんですか。さっさと出てってください。チタン製造激しく前へ。近づいてくる。2人、いや3人。なんで私が上杉さんの味方してるかわかりますか。なんだそれ。成績を上げたいからだろ。違いますよ。好きだから。真面目なお前がサボるなんて。別に。あ、先生。先生、これはサボってるわけではなく人生について勉強を。うそ。からかうな。ん、それは彼のこと好きなの。好きなの。好きなの。なんでもないよ。そんなんじゃないから。どうした、うららかくん。顔が赤いぞ。風邪か。遅いかもしれないけど諦めたくない。内野手だけど、ガサツだけど、ピアノのことなんてわかんないけど、この人のそばにいたい。音楽なんて大嫌い。いつも後世を遠くに連れていく。